はーいお疲れ様です。元光です。今回のお話なんですけど、元光ね、先日、えー、昨日か、昨日お話しした、こちらですね、すっきり日テレ系のスッキリですね、春日さんが生中継で許可なく動物園を荒らしまくったぜって、それで動物園がぶち切れて抗議してるっていうような、そんな話をね、したんですけど、それに対してね、日テレが謝罪をしてるみたいなんですよね。で、どんな謝罪したかっていうと、ホームページにはこんな感じでね、謝罪文があったりだとか、あとは一応番組内でも、これって謝罪 謝罪してたみたいなやつですよね、まあふざけながらですけど、まあそういったこととかいろんな話があってね,ね、ネット上では批判上がったりして話題になってるんで、今回それについてね見ていこうかなと思います。元日のチャンネルでは時事ニュース系のことをお話ししていきますので、いいねと思ったらぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。ということでね、まあ、昨日の続報という形になるんですけど、ざっくり、ね、話を、えー、見ていくと日テレスッキリさん。 動物園にて生中継ロケをして、まあ、こんな感じでね、春日さんが動物園のペンギンのところでね、何回も池に落ちるというような内容だったんですよね。まあ、ざっくり映像を見てようと思うんですけど、えー、昨日もお話ししましたけどこんな感じでね、えー、わざとここに落ちてるんですよね。で、加藤さんが、まあいろいろね、落ちるなよ、落ちるなよ、気をつけろってね、まあ芸人の振りみたいなことを言ってたわけなんですよ。ここにも書いてる通り、レポーターを務めるオードリー春日さん、スタジオの MC 加藤浩二さんの足元を気をつけろよ、絶対だぞ、絶対だぞ。 絶対気をつけろよというふりに応えてペンギンの池に何度も足を滑らせる滑らせて落ちまくってたんですよねで動物の尊厳を傷つける行為として動物園側がガチギレたっていうことでこんな抗議文とかも出てたんですよでなんでここまで出たかっていうとまあ池に入ったのもそうなのかもしれないですけどえーどこかなちょっと待ってねえーっとね ペンギンがね、ここらへんにいる状態なのに、えー、春日さんね、ここで乗って、こうやって落ちるんですよ。だからこれ、危ねえよって、押しつぶされる可能性もあって、危ねえよっていうことで、そんなのをね、聞いてないということで、動物園側がブチギレてたということですね。で、えー、テレビ局側に抗議してたんですけど、まずですね、前回の動画の時に補足で、元光お話しできてなかった部分があったんですけど、この番組ね、えーっと、ちょっと待ってね、さっきのが9時10分ね、1時間後ぐらいに生中継の、その後にね、こんな感じで、一応、 謝ってるんんすよ春日さんちなみにその後深く謝罪されていましたっていうことで、えー、こちらの画像になるんですけどこうやってね頭を下げてるんですけどその後ね、えー、こんな感じで土下寝っていうのかなこれ元光は漫画のねバキとかで初めて見たやつなんですけど、まあ、土下座以上に頭を下げる、えー、土下寝をしたんだっていうことで、えー、これ春日さんが言ってる言葉かなえー、先ほどやりすぎて、えー、と水の中に落ちてしまったりとかして えー、ペンギンちゃんたちを驚かせて本当にすみませんでしたっていうことでこんな感じで謝ってるんですよね、まあ、こんなの全く謝ってるようには思えないんですよねこれ全部込みで笑いだと思ってるんだと思うんですけどで、まあ、この番組が終わった後に先ほどのねこの抗議文が出たっていうことは、まあ、動物王国の人はもうこんな謝罪とかこのノリとかを見てふざけんなよってなったから、まあ、抗議文出したんだと思うんですけど、まあ、これでネットでめちゃめちゃ炎上したんですよねでその結果日テレがね謝罪 文を出すということで、すっきりのホームページ内で謝罪文があるみたいなんですよ。えー、こちらですね。本日3月24日金曜日ナス動物王国からの中継で出演者が園内の池に入る場面がありました。動物がいない池に入る可能性があることは事前に打ち合わせしておりましたがって。ん？ちょっと待ってね。えー、とね昨日の話を見てない人からすると、えー、ここねペンギンビレッジからの中継について事前打ち合わせにはなかった状況でタレントの方が ペンギンのいる池井に入るシーンが放映されましたってそんな話許可も取ってねえし聞いてねえよということだったんですけど、えー、テレビ局側あの日テレ側は、ねえー、この話打ち合わせしておりましたと。 いうことなんですよ、まあ、あくまでここはね動物がいない池にということだったと打ち合わせをしたと言ってるんですけど本番ではペンギンのいる池に入ってしまう放送となりましたということで、まあ、なんかめちゃめちゃ言い訳っぽくねあの謝罪の最初に言葉がついてるわけなんですよで動物への安全配慮が不足しておりました改めて那須動物王国および視聴者の皆様にお詫び申し上げます今後はより一層動物の安全に配慮し番組制作をしてまいりますと いうことで、まあ、確かにさ謝罪文だからさそんなパターンはいろいろないかもしれないけどめちゃめちゃ定型文みたいな感じでプラスちょっと言い訳が入ってるような謝罪文をしてるんですよねこの真面目な謝罪にもやっぱりねいろんな人の、ね、批判がね集まってるんですよまあ、例えばこの人なんですけどすっきり謝罪したけど動物がいない池に入る可能性があることは事前に打ち合わせしておりましたが。 この一部いるってなんでこんな言い訳みたいなこと言ってんのってなんでこうすっきり謝られへんかな番組終わるからってやりたい方だよなっていうことでそうこのすっきりって、まあ、3月末で終わっちゃうはずなんですよねだから適当に謝っとけばいいじゃんみたいな感覚なんじゃないのかってね声が上がってたりするんですよねまあ確かにねこんな言い訳じみたことを言ってたらそれはそう思われちゃったりするよねっていうのと元光はね、まあ、この動物がいない池に入る可能性があることは事前に打ち合わせしてたということで テレビ局側、まあ、制作陣はもうこれある程度まあ台本があったかどうかは分かんないけどある程度このパターンっていうのは考えてたんじゃないのかなと加藤さんのフリーと春日さんの動きっていうのはもうそれ最初から考えられてたことなんじゃないのかなと思うんですよねっていうのもね最後に番組の最後にこうやって謝るシーンを作ってるということは水の中に入ることは良くないよっていうのは理解した上でここまで話を作ってたんじゃないのかなと。 元んはは思ってるんですすけど、まあ、そういうい可能性は全然あり得ますよねだってこの番組の最後に謝る時間を作ってて真面目に謝罪してないこれあ絶対ネタで謝罪させようとしてるわけじゃないですか本気で謝罪させてないってことは生中継によるアクシデントだったっていうねアドリブだったとはちょっと考えづらいですよねまあもちろん台本があったかどうかわかんないけどまあ何にしてもこの番組内でこんな謝り方をするっていうのはちょっと間違いだったよねまあ謝ってるわけじゃなくてふざけてるんだと思いますけどまあ結果ね ねえ、動物園側はぶっちぎれたという話なんですよ。で、その後の言い訳もひどかったよね。まあ、こういう流れを見てると、元光はもうはっきり出演者というよりは制作人が悪かったんだなって思っちゃいましたけどね。まあそ,その生中継だから、春日さん、加藤さんにもなんかい悪いとこあったんじゃないかと思ってましたけど、いやこれになるとちょっと制作人でしょ。どう考えてもってなっちゃってますね。だ動物がいない池には入るよ。っていうのを打ち合わせしてて、実際に入っちゃったんであれば、もうこの時に本気で謝らせれば良かったわけじゃない。ですか まあ、ということでネットの意見もね見ていこうと思います、えー、こちらからかな、えー「すっきりの謝罪文謝罪文のくせに言い訳がひどいな」ってこれ上層部オーケーしたのかなこれで許可したんだったら怖いわそりゃしでかすわ伝えたいことは謝罪じゃなく自分たちは打ち合わせはちゃんとしましたよってことでしょって、まあ、そう見えちゃうよねあんな言い訳してたらで動物園側はマジで被害届出したらいいと思うっていうぐらい言われてたりしますねこっちもいいいねねさせていただきます、ね、とかやった ことととが迷惑系と同じだと思うしウェブの謝罪文書も AI より10倍定型的に感じたやっぱこの謝罪文、えー、さっきのだよねこの謝罪文見る限りなんか定型文化ありますよねもうパターンになってんじゃねえのってでプラス言い訳をつけてるように元3つも見えちゃいましたねで打ち切り番組だしいっかというふうに感じてそうってまあかなり軽く見えちゃいますよねこちらもいいねさせていただきますねでえっ、ー、とスッキリの動画見たけどペンギンの 命を甘く見すぎで謝罪もふざけすぎそれは動物園の人たちがガチギレするよってまあねこのいろんな経緯があって多分動物園の人たちもブチギレたんだと思いますけどねはいまあ、こちゃんもいいねさせていただきますねで、えー、他にはこれが春日の謝罪だってさっていうことでまあ、ここを切り抜かれて春日さんがもうただただ悪者になってるというのもネット上ではあったりするんでまあ、確かに本人がやっちゃってるわけなんですけど先輩からね、えー、いろいろお振りを言われたりだとかしたりあとこのドゲね ねっていうのかな、まあ、この誤り方に関しても多分番組側はいや別に大丈夫だと思いますよ打ち合わせしたんでっていう感じで言ったんだと思うんですよね、ま、だって番組側はこの時点までは打ち合わせしたつもりでいたみたいだからね、まあ、こちらもいいねさせていただきますねとか他にはこちらね、えー、全く謝罪とは受け入れられないのですがこれをもって謝罪と思っているのであればこの番組の制作陣は本当に終わってる番組がしたことは配慮が不足ではなく動物の生命を脅かした行為であることその分 分別もも理解でできないのであれば二度と動物の生活する場に踏み入れるなということで動物好きの人からしたらふざけんなーっていう声はねもう全然収まらないわけですよね。ままあ、こちらもいいいねねさせていただきます、ね、とかあお、えー、った加藤の責任も重いし手をたたいて笑っている岩田アナの感性も疑うそして日テレの謝罪動物がいない池に入る可能性があることは事前に打ち合わせしておりましたがその前置きいる この後に及んでまだ言い訳、本当に反省してるのかと疑ってしまうということで、その姿勢に対してみんなね、批判をしてますね。こちらもいいいねねさせていただきます、ね、ということで、今回は日テレが謝罪したけど、言い訳だらけだったっていうような、そんなお話でした。皆さんの意見もね、ぜひお聞かせいただけたらなと思います。元日のチャンネルでは、時事ニュース系のことをお話していきますので、いいねと思ったら、ぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。本日もごご視聴ありがとうございました